最近お兄ちゃんがニヤニヤしてる。多分女だ。お兄ちゃんお風呂開いたよ。お母さんが早く入れって。分かったよ。さてと、パスワードは？まだ入試の受験番号なんだ。不用心だな。皆川ゆき、やっぱりこの女か。お兄ちゃんをたぶらかす悪女め、苦しめてくれるわ。悪いけど、もう話しかけないでくれるかな。勉強の邪魔だから。ホタルちゃんね。どうして急に、私何かした？もしかして、あのことが原因？あのこと？何か怒らせることしたのかな。まあ、この女ならありそう。そうだよ。でもあれは、古谷くんが求めてきたから。求める？何を？ノートでも借りたのかな？よくわかんないけど、とりあえず切れとこう。そんなつまらないことは忘れろよ。ひどい。私だって初めてだったのに。初めて？何が？お兄ちゃんから求めてこの女には初めてだったこと？あ、もしかして！確かに僕から求めたけど、デートくらい誰でもするだろ？それに僕だって初めてのデートだったんだ。やっぱり分かってないのね。そんな、じゃああのデートは遊びだったっていうの？ほーら、やっぱりこないだ帰りが遅いと思ったらこの女と。そうだよ。じゃあ私と寝たのも遊び？はぁ、寝たって。お昼寝でもしたのかな。デートで昼寝って、お兄ちゃんも変わってるな。ただ寝ただけだろ。じゃあお腹の子はどうするの？証拠でもあるんですか？古谷くんとしか寝てないわ。嘘だ、こんなの。まだ高校生なのに。あれ、ホタル、人の部屋で何やってんの？お母さん！ホタル？なんだよ。